こんにちは、表参道で美容師をしていますえりこです。本日はこれからの時期にぴったりな夏コーデをご紹介していこうと思います。なんとですね、今回はマイトワイライトさんとのコラボ動画になります。私もともとインスタでこう見ていて、すごい可愛いなと思っていて、とてもね楽しみにしていたブランドなので、ぜひぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。こうマイトワイライトさんはですね、単色女子にもドンピシャなお洋服たくさん売ってます。パトラマーケットという SNS ブランドが集まる通販サイトで購入できて、最短だと翌日にお届けしてくれるんですよ。なので、ね、着たいと思ってすぐに着れるのがまた嬉しいポイントです。で、お洋服以外にもバッグとかアクセサリーとか小物類もすごく充実していて、どれもね本当に可愛くてね、選ぶのがすごく大変でしたということで、今回はルックブック風に1週間コーデをやっていこうと思います。全部で7コーデになります。なので最後までぜひご覧ください。はい、まず1コーデ目はこちらです。花柄のワンピースがメインのコーデになります。この細かいモノトーンの花柄が結構ね、大人っぽいというか、あんまり可愛くなりすぎない大人可愛いワンピだと思います。ウエスト部分が少しハイウエスト でさらにちょっと細くなっているので、自然にね細見えするシルエットです。であとはすごく軽い素材なので着心地もいいし、1枚でさらっと着れるワンピースです。でこのワンピースの袖の部分がギャザーになっているんですけど、結構ねふわっとしたデザインになっていて、しっかり二の腕をカバーしてくれます。なので二の腕細見えするデザインだと思います。マイトワイライトさんはもうバッグがめちゃくちゃ充実していて、あとあとバッグたくさん出てくると思うんですけど、まず1つ目、じゃーん、こちらです。バッグが本当に可愛くて、こちらはね合皮のレザーの素材になります。すごく柔らかくて使いやすいです。さりげないロゴが入っているんですけど、これもすごくねおしゃれで可愛いですよね。パッと見は多分そこまで大きく見えないかもしれないんですけど、マチがねめちゃくちゃしっかりあるので、本当に大容量で何でも入ると思います。パソコンとかも入るし、ペットボトルも2リットルのねペットボトルが入るぐらい大きいバッグです。で、合わせていたサンダルがこちらのサンダルになります。このギャザーの部分がすごくね足にフィットして、ホールド感がしっかりあって、めちゃくちゃ履きやすいサンダルでした。こういうねワンピースの時にも合わせやすいし、例えばデニムと T シャツの時とかもさらっと履けて、履き回しがねすごくできるサンダルだと思います。はい、じゃあ次2コーデ目いきます。またまたワンピースコーデになるんですけど、こちらはさっきとはまたガラッと変わって、綺麗めな大人女子をテーマにしたコーデなんですけど、めちゃくちゃ可愛くないですか？ワンピースがね、すごく形が可愛くて、こう上品さを出しつつ、この袖のね、ナッフルフリルがめちゃくちゃ可愛いです。しっかりこれも二の腕をカバーしてくれます。であとは、ウエストにリボンがついてて、取り外すことができるんですよ。ウエストのリボンをつけなくてもちょびっとラフな感じのコーデにすることもできます。で、バッグは少し差し色で濃いめのブラウンを合わせてみました。どうでしょうか？めちゃくちゃねお気に入りのコーデなんですけど、またこのバッグ、じゃじゃーん、今度はさっきよりも少しカチッとしているバッグになります。で、なんとこれが驚異の6ウェイ6ウェイってどういうこっちゃって感じなんですけど、めちゃくちゃね、いろんな使い方ができるバッグになります。とにかくね、大容量になっております。もう本当に何でも入ります。で、内側にちっちゃいポケットとかもついてて、小物もしっかり収納できるのと、あとはこんな感じでショルダーもねついてて、ショルダーにもできます。はい、次3コーデ目いきます。どうですか？一気にちょっと大人っぽくしてみたんですけど、これ結構お気に入りのコーデかもしれないです。ちょっとこういいディナーに行く時とか、年上の彼氏とデートして大人っぽく見せたい時にとってもぴったりなコーデだと思います。肩も結構隠れてくれるんですけど、肩がねがっつり出ない分、ちょっとこうエレガントに上品に見えるのかなと思います。はい、でバッグがね、じゃじゃん、こちらのなんとパソコンケースなんですよ、を合わせてみました。
ちょっと大人っぽくしたかったのでクラッチバッグっぽい感じで持ってみたんですけど、これね、パソコンも、まあ、もちろんしっかり入ります。私の Mac をじゃん、こんな感じですっぽり入りました。で、中にこういう感じでインナーのポケットがついていたり、あとはここにチャックがついているので、例えばここに充電器入れたりとか筆記用具入れたり、こっちには一緒に書類とかなんか教科書とか入れたりしてもいいのかなと思います。これ嬉しい、ショルダー付きです。ちょっとね、バッグを違う雰囲気で合わせてみようかなと思います。はい、じゃじゃーん、ちょっとバッグの雰囲気を変えてみました。これも結構かっちりめにはなるんですけど、こういうきれいめなコーデで、でもたくさん荷物を入れたいっていう時にぴったりなバッグになります。こちらのバッグなんですけど、こちらもね、本当にとにかく大容量です。なんか大容量なのにあんまりこう大きく見えないくないですか。結構なんだろう、こんなに入るのっていうぐらい入るんですよ。パソコンもしっかり入るし、 A4 のファイルとかもしっかり入ります。結構しっかりしてそうに見えるんで重そうかなって思うじゃないですか。なんですけど持った感じすっごい軽いです。なのでね、いっぱい荷物を入れてもあんまりこうバッグ自体の重さが重くないので、そこまでね、こう気にならないのかなと思います。私の身長が161センチなんですけど、ちょっと丈は長めです。私ね、結構スレスレぐらいの長さになるので、160センチ以上の方におすすめのお洋服かなと思います。はい、では次いきます。今度もね、大人っぽいコーデにしてみました。まずね、トップスがちょっと韓国っぽくないですか。肩が結構しっかりしていてボリュームがあるので、もうね、小顔に見せてくれる効果があります。で、あとはこのスカートなんですけど、スカートがめちゃくちゃ履きやすくて、なんといってもね、伸びるんですよ。こんな感じでビヨーンと伸びるので、すごくね、歩きやすいです。で、履いていても疲れないし、歩いていても疲れないスカートです。素材感もちょっとこうザラザラっぽい感じの、このね、おしゃれな可愛い生地感になっていて、結構しっかりしています。しっかりしているんですけど厚くもないので、すごく着やすいです。はい、で、バッグがじゃん、こちらでのキルティングのバッグになります。これパッと見ちょっとちっちゃいように見えるんですけど、マチがしっかりあって結構ね、容量入ります。で、なんとなんとついております。で、これはこれぐらいのね、長さになるので、手持ちのこうやって持っていけるようなバッグの形にすることもできます。しっかりね、荷物入れたいときおすすめのバッグがじゃーん、こちらです。こんな感じで本当に大人っぽくまとまるかなと思うんですけど、本当に全部大容量ですよね。これでもかってぐらい物を入れさせようとしてくる横がチャックになってるんですよ。なのでさらにもっと開きやすくなります。こういう感じでね、横ちょっと開いても形が変わって可愛いです。これも本当書類たくさん入るし、学生さんとかも OL さんにも本当におすすめのバッグです。これもね、しっかりしてて重そうに見えるんですけど、本当に軽いです。こんな軽くていいのかなっていうぐらい軽いです。では次いきます。はい、続いてのコーデこちらになります。めちゃくちゃ爽やかな夏コーデじゃないですか。爽やかで綺麗だけど可愛い女子コーデです。ワンピースなんですけど、生地がすっごいサラサラしていて、すごくね、着やすいです。なんですけど、こう薄すぎないので、1枚でしっかりと安心感があるワンピースになります。広がりすぎてなくて、すっきりめで可愛さがあるシルエットなんですけど、お尻とかもね、全然気にならないです。体に全部フィットするようなワンピースじゃないので、体のラインもあまり気にせずに着ることができます。はい、で、合わせたバッグがこちらです。じゃじゃん、ボストンバッグ。ロゴのプレートがゴールドで、すごく高級感があって可愛いです。ずっと人気のボストンバッグらしいんですけど、これも大容量です。この 600ml のお水、よいしょ、こんな感じで隙間があるぐらいこう余裕で入ります。結構ね、やっぱね、夏はね、ペットボトルが入ってくれて、でもちょっとコンパクトに見えるバッグが欲しいなと思うんですけど、これまさにですね。ち
ょっとねベージュだけどいい意味でムラがあるようなちょっとこうおしゃれな色合いですよね。全部ワントーンで統一されてないというか。はい、では次いきます。ちょっと少年っぽさというかカジュアルさを出したコーデになります。まずこの T シャツ可愛くないですか。猫ちゃんなんですよ。で、ね、カラーが結構ね爽やかな空っていうねくすんだ水色っぽいお色になります。結構ゆるっとしてる T シャツなので袖の長さもしっかりあります。で続いてパンツ、結構ねいろんなコーデに合わせやすいデニムだと思います。じゃーん、バッグこちらです。ちょっとこう独特の形ですよね。いう感じで手持ちで持ってもいいし、ショルダーで、ここにもともと紐がついているのでこういう感じでショルダーで使うこともできます。中開くとこんな感じでねガマ口っぽくなってるんですよ。マグネットかなでくっつくようになってて中もしっかり入ります。じゃじゃん。素材もねすごく柔らかくて高級感がある素材です。では次最後いきます。はい、最後こちらのコーデになります。ちょっとまた雰囲気変わりますよね。これは今ちょっと見えないんですけど後ろが編み上げになってて大人可愛いワンピースです。こう裾に向かって広がってるゆったりとした A ラインのワンピースなのでこうねリラックスワンピースというかとっても着やすくてさらっとしていて柔らかくて着心地もね本当に抜群のワンピースです。ちょっと見えなかった後ろの部分こんな感じでバックリボンになってます。可愛いですよね、夏っぽい感じで肩がねちょうど見えるぐらいの本当に夏っぽいワンピースになってます。この帽子すごい軽いです。なのであんまりこうペタッとなりにくいというか通気性がすごいのであんまり頭蒸れないと思います。でなんとなんとリュック、私リュックってあんまり持たないんですけどなんでかっていうとこうドンピシャのリュックが今まであんまりなかったんですね。なんかもうちょっとこういうのがあったらいいなって思ってたリュック、もうまさにそのものっていう感じです。ワンポイントで大人っぽくなるようにこの色をね選んでみました。すごくないですか。めっちゃたくさん入ります。本当に想像以上にたくさん入ると思います。外側にもポケットがあるのでここにスイカ入れたりね定期入れたり、めっちゃいい。ここにもチャックがあってなんか書類とか大事なもの入れられそうです。荷物がねすごい多くて重い人とかあとは絶対両手を開けたいっていう人とかおすすめです。学生さん結構おすすめかもしれないです。これちょっと雰囲気変えてこういう感じでも可愛いですよね。こんな感じ、もうね全部ね素材がいいんですよ。すごく高見えするバッグです。これ持ち手の部分が結構しっかりしていてこう幅があるので肩にかけた時にあんまり重さを感じないと思います。はい、ということで以上7コーデでした。いかがでしたでしょうか。結構ボリュームたっぷりというかいろいろね詰まった7コーデだったと思います。普段使いにもねぴったりなのでぜひぜひ皆さんお揃いにしましょう。そしてなんとですね今回特別にコラボクーポンページを作っていただきました。ありがたい。なのでねお得に買えちゃいます。パトラマーケットさんの新規会員登録ですぐに使える300ポイントがもらえちゃいます。あとはあの私の紹介コードがあるんですけどそちらをね入力していただければ200ポイントもらえるので合計ね500ポイントもらってお得にねお買い物することができます。でそのポイントは初回購入の時から使えるそうなのでぜひね皆さんお得にお買い物してください。で、詳しいことは概要欄に貼っておくので、ぜひぜひそちらをチェックしてください。高級感もあるし、どれもね、高見えするようなお洋服ばっかりだったので、ぜひ皆さん、夏コーデ参考にしていただけると嬉しいです。どのコーデがね、良かったか、ぜひ皆さんコメントで教えてください。ということで、以上、夏のルックブックでした。最後までご視聴ありがとうございました。